動画を再生していただきありがとうございます。元旦乗り放題切符の旅2020、今回も前回に引き続き、山陰本線をひたすら登ってまいります。目的地は京都駅です。これから京都駅に向かう途中、兵庫県の有名温泉地、城崎温泉を通るのですが、夕方頃に城崎温泉に到着して、温泉に入ろうかと考えているのであります。ちなみにこの元旦乗り放題切符は、1月1日に発売される、JR 西日本全線の列車の自由席に乗り放題、つまり特急列車、新幹線も乗り放題という JR 西日本からのお年玉なのでありますが、これから乗車する山陰本線、鳥取から城崎温泉にかけては、走っている特急列車が極めて少なく、この切符を最大限に活かすことができません。今の時間ここから城崎方面の特急列車がないので、仕方なく普通列車で向かうことになります。マート入っても非常に景色の良い区間を走っていきますから、十分面白い鉄道旅になるでしょ。さて、次に乗車するのはあちらの列車です。キハ47、非電化区間の山陰本線でバリバリ活躍する、現役の普通列車です。かつて山陰本線が京都駅まで非電化だった時から、京都駅にも乗り入れていた車両ですね。色も当時のままでありましょう。たらこ色、などと呼ばれ多くの人に親しまれています。この列車では途中の浜坂駅まで向かいつつ、向こうのホット7000系みたいなカラーの車両は地図線の車両ですね。鳥取駅にもやってくるとですか。たらこ色のキハ47がこんなにたくさん見られるのは、山陰本線くらいのものです。非電化の立派な高架駅に入線している姿も、様になっております。に座席確保しておきましょうかね。どれくらい乗ってくるかわかりませんが、早めに座って奥にごしたことはないでしょう。 JR 西日本の得意な国鉄車改造によって、このようなドア手動扱いのボタンも225系と同じもので異彩を放ってますね。トイレまでついております。おそらく地元の方々の有志によって設置されたものでしょう。こういう駅間が長く、ローカルセンチックな路線に破綻編成でトイレなしの国鉄車を投入することが多く、遠方から通勤通学で利用される方にとってトイレは必要であるということで、備え付けられるパターンがあるのです。トイレの見た目も国鉄時代には見えない綺麗なものなのです。全然人がいないので、座席も今のところ選び放題です。座席に関しては転換クロスシートに取り替えられなかったようで、昔ながらのボックスシートとなっております。しかし今や珍しいボックスシートです。運転台の手前にすごく広いスペースがありますね。バリアフリー対応となっているようで、国鉄車両でも居心地の良い車両となっております。綺麗棒ではなく、このような後から取り付けられたエアコンが、元に棚のスペースに存在しております。鳥取駅で買ったおやつです。人が少ない今のうちに食べようと思っております。その間に因美線、地図行きの列車が先発いたしました。あちらの乗客は見たところ少ないですね。きなこ餅ですが、それが入っている風呂敷が欲しかったので買いま、信玄餅の食べ方はいろいろあり、正しい食べ方も公に公表されております。ぜひやってみたい食べ方もあったんですが、ここは普通列車の車内ですから、見栄えが悪くならないようにしていただきます。名探偵コナンラッピングのキハ122系がやってまいりました。あちらから乗り換えの方も多いんでしょうか。発車時刻になると、かなり多い乗客がいる状態となりました。やはり本数の少ない路線で、単編成ですから、1列車の乗車率も高くなります。流しノッチが行われながら、ゆっくりと鳥取駅を後にします。城崎温泉まで、キハ47の旅であります。こうして高架線から眺める鳥取の街は、なかなか立派だなぁと感じますね。
そういえば、鳥取県と北朝鮮の経済力がほぼ同じだということを最近知って驚きました。高架線を頑張って走る国鉄キハ47系というのも面白いですね。湖西線の113系に乗っているかのような感覚を覚えます。高架線を抜けてしばらくするとこのような盛り土で敷かれた線路を走行していきます。これぞ本線の風格といった感じで、汽車の旅をしているなぁとしみじみするものです。島式ホームのようですが、進行左側の駅舎がこのようなもので、利用客は列車のすぐ脇の細い道路を歩くようで、現代の日本なら問題になりそうなものですが、普通に生活の一部となっているようです。まだまだ知らない面白いことがたくさんあります。三陰本線の日本海層一環の、東端とも言うべきこの区間では、最後に素晴らしい景色を望むことができるのであります。ここで乗り換えの列車を待ちますが、結構時間が空くので、せっかくですから浜坂の街を歩いて探索しようと思っております。三陰本線沿線には有名温泉地が多いのでありますが、ここ浜坂も温泉地として知られております。カニも非常に美味しいものが取れ、温泉とカニの組み合わせが最高であるのが、この辺りの温泉地でしょうか。駅前の足湯を堪能させていただきました。待ち時間の間に楽しめる、近場の公共足湯ってのが素晴らしいですね。さて、乗車する列車が入線したら改札を通れるようになります。地方に今もなお残っている昔ながらの夕日と改札ですね。当然のように、次の列車もキハ47系です。日本海が眺められる側の席は各ボックスごとに一人ずつおられます。やはり皆さん景色は楽しみたいようで、関取合戦も侮れません。これから先の区間は、三陰本線における有名な車窓スポットがあるので、そのために海側の席を確保するのに、知っている方であれば必死になるのであり。
こちら側は崖が目立てきましたが、これこそ進行左側の海の景色が良いことの裏付けと言えましょう。山陰本線は非常に険しい区間を走行してゆくっです。余部駅に到着。余部といえば言わずもがな、山陰本線の余部橋梁があるところです。2011年に余部鉄橋からコンクリート製の頑丈な橋に建て替えられましたが、昔ながらの高い橋は健在です。一般の方でも橋の上を歩けるようになっており、もはや観光地なのであります。昔の余部鉄橋もそれこそ歴史的建造物として、立派な観光資源でありました。なぜこんなに高い橋になっているのか、それはこれが建設された時期に関係しております。余部鉄橋は明治時代の日本の鉄道建造物として非常に注力されました。当時の鉄道といえば西洋の技術によるものが多かったので、国産の鉄道設備となると力も注ぎたくなるものです。山陰本線を敷設するにあたって、この険しい山岳地帯の余部を通過するのにトンネルを掘るか橋を架けるかの議論になったのですが、トンネル技術はまだまだ発達途上にあり、地上に近い位置で長いトンネルを掘るのは困難とされました。そこで山の頂上に近いところなら、トンネルを掘るのも短くて済むということで、巨大な橋を建造してある程度高さを稼ぎ、トンネルの長さを最小限にしようとしたことから誕生したのが、この余部橋梁だったのでした。あまりにも壮大な風貌となったため、地元の人々をはじめ多くの方に親しまれてきた橋であります。そんな華々しい橋ですが、国鉄時代に鉄道の落下事故が発生しており、亡くなった方も数名発生した大規模な事故でした。それは今でも列車安全走行のための教訓となって語り継がれております。とにかくいろんな意味で重要な存在となっているのがこの橋でありましょう。さて、列車は鎧駅に到着。海が近い駅として知られております。関西人で日本海の景色を楽しみに旅行することがあれば、鎧駅が候補となることもある。到着したところで、隣の特急列車が先発ということで、しばらく停車します。結構長く待つことになるなぁ、とかのんびり考えながら車内で待っていたのですが、よく考えたら、今日使ってる切符って特急列車も乗れるんじゃん、となんとか気づいたので、急いで荷物をまとめて特急は真風に乗るべくホームに出ました。時刻表でよく確認しておくべきでしたね。大阪駅特急浜風6号、上りも最終です。これは平日であれば大阪到着後、東海道本線の草津駅特急琵琶湖エクスプレスになる便。自由席は前寄りということで、かなり急いできましたが、なんとか間に合いました。元旦乗り放題切符で乗り放題なのは自由席ですからね。というか、指定席の枠があと一つ余っているのですが、事前にこの列車の存在を把握できていたなら、指定席を予約していたのに、なんだかもったいないような気もします。まあ車内は空いているようですからよしとします。さすが始発駅、ガラガラです。この列車は時期によっては浜坂始発にもなるようです。今回は運が良かったですね。キハ47系から何もかも一気に変わって、最新の機動車の車内となりました。キハ189系、2010年にデビューした、ローカル線も本線も器用に運行する優れです。目的の地、木の先温泉駅まではあともうわずかではありますが、このような短区間でも気軽に特急列車が利用できるのが、元旦乗り放題切符の強みなのです。むしろこれをしなければ気が済まないという感覚さえ負ってます。車掌は集めながら終点大阪までご案内いたします。
89系は路線によって、その区間を走る普通列車などの性能に合わせて走ることができます。この山陰本線では、先ほどまで乗車してきた国鉄型機動車、キハ47系と同等の電動機の性能にして、ダイヤを乱すことなく、また運転士にとっても運転しやすいように走行できるのです。こういった点で、従来の機動車とは違った優れものであります。また、京阪神地区では同じ急行線を走る、かの化け物無料特急と謳われる新快速列車のダイヤを乱さぬよう、時速 130km で走行可能な機動車ですので、かつてのキハ181系や客車特急列車の痛々しい光景を考えますと、いかにすごい機動車かわかりますね。鳥取から大阪を結ぶ特急列車は、現在では地図線の特急スーパーハクトが通じています。また、兵庫県北部から大阪方面の特急列車は電車特急のコウノトリが主力でありましょう。そのため同じ鳥取や兵庫県北部と、大阪とを結ぶ特急浜風の本数は少ないのであります。じゃあなぜこんな特急が走っているかといえば、この列車の他の列車と違うところは、この浜坂、霞地区と、万丹線を経由することであります。この列車はこれらの需要を拾う目的で、本数が少ないながらも運転されていると言えるのであります。さらに木の先温泉から姫路間であれば、この特急浜風の需要は相当あるでしょう。この区間は先に挙げた特急コウノトリやスーパーハクトでは担えないですからね。また、浜風はこれらの特急の補佐的な存在としても、必要な列車なので。30分程度で木の先温泉駅に到着いたしました。ここで夜の休憩、そして温泉に入っていこうと思います。では今回は木の先温泉に着いたところで区切らせていただきます。ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。元旦乗り放題切符の旅2020は、次回が最終回となる予定です。次もぜひ、ご覧ください。